アイドル日本をご覧の皆様、こんにちは、伊藤ねねです。私は今撮影でバリ島に来ています。イエーイ。ということで、今回初めてグラビアの撮影にをさせていただきました。まずそうですね、今回は初めて私砂浜で水着を着て、すごいこう楽しくキャ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 したりとか、あとはあの私の、特技なんかも DVD の中では披露しているので、そちらも見ていただけたらなと思います。新しい私の一面が見れると思います。おすすめの作品になっているので、ぜひ皆さんご覧ください。よろしくお願いします。はい、撮影中一番印象に残ったこと、やっぱりバリ島の景色の綺麗さがすごい本当に印象に残りました。めちゃくちゃ綺麗です。お天気にも恵まれてすごい良かったです。苦労したこと、なんだろうな、苦労したことは日焼け対策ですかね。やっぱりあのメイクさんとスタイリストさんにもう両面塗ってもらって、ガーって塗ってもらって、であの日焼けしないように頑張ってやりました。あとはあの撮影するときにすごいお天気もいいので、あのカメラを見るときにすごく眩しくて、目を開けるのがちょっと大変でした。初のあのイメージ DVD の撮影だったんですけど、なんかすごい最初はすごいちょっと緊張してたんですけど、でもやっぱりビーチに行ったりとか、あのバリの空気を吸って、あ、なんかすごく楽しくなってきたなって、撮影をしながらどんどんこう楽しくなっていきました。毎日欠かさずしている日課は、あの寝る前に私ストレッチをしています。なんか軽い柔軟をして寝るっていうのがもう染みついてるので、柔軟しないと寝れないです。自分の性格を一言で表すと、なんだろう、マイペースですかね。もう本当自分のペースで生きてるなって私は思います。一つだけ願い事が叶うなら、身長が欲しい常にそれです。身長ください。地元岐阜県のおすすめの場所はやっぱりあの君の名はで、映画の君の名で有名になった飛騨高山の方はやっぱりおすすめですね。あの自然もいっぱいあるし、なんか古い町並みが綺麗に残っているところもあるので、岐阜県ではそちらがおすすめです。フィギュアスケートを始めたきっかけは、あの小学校の時に姉のなんかこう子ども会っていう、あの近所の子どもたちが集まって参加する遊びみたいのがあって、そこでスケートリンクに行くってなって、私もついて行って、行ったらもうなんか行った瞬間に私は滑ることができて、だからあ、これ楽しいと思って、ちょうど器械体操をやめた時期だったので、それに合わせて始めました。フィギュアスケートは4年くらいかなやってました。いつもとは本当に違った私の顔が見られると思うので、ぜひ見てみてください。ありがとうございました。